で、ルワンダのギセニと接する。第一交代の西リフトバレーにあり、活カ火カ山のニーラゴン号山の河口の南約13から1 8トルに位置する。ベルギーによる植民地支配時代から、ルワンダ系移民及び難民が流入し、ルワンダ紛争以降、第一次、今後戦争及び第二次。 今後戦争の発端となり、キ部紛争の主要な軽装地となっている。ルワンダ紛争に伴い仏系政権は、ギセニにに、暫定政府を置いた。1994年7月ルワンダ愛国戦線が、全土を制圧すると7月13日から14日の間に、毎時1万から1万2千人の難民が、ゴマにも押し寄せ、大古地方の難民危機の現場の一つとなった。 避難所、水、食料が不足する人道危機となって、これらも蔓延した。国際連合難民高等弁務官事務所がこれに対応し、ゴマには自衛隊も派遣された。ルワンダ難民は、不系が多くそれ以前からの土系難民や、バニャムレンゲと呼ばれる、今後在住の土系と対立した。旧政権関係者は、ルワンダ解放軍として反ルワンダ政府活動を続けた。 1997年、モブツセセセコは、バニャムレンゲの放棄によりウガンダ及び、ルワンダの支援する、コンゴザイル解放民主勢力連合により、追放された。アドフルを率いたローランカビラが、大統領に就任すると、バニャムレンゲの排除をはじめ、1998年、バニャムレンゲは、コンゴ民主連合を結成して、再度放棄した。コンゴ民主連合は分裂し、 ルワンダの支援する勢力は、ゴマ派を形成した。ルワンダ勢は、東部一帯を支配下に置いて、金、ダイヤモンド、コルタンなどを略奪した。旧ルワンダ軍勢力は、ルワンダ解放民主軍として、これに対抗した。2003年に和平合意が成立したが、今後民主連合などの反政府勢力は、FDLR の討伐などを名目として、活動を続けた。 2007年9月ルツルを拠点とするローラン・ムクンダ、率いる人民防衛国民会議の発千強の軍勢が、ゴマ北西の町、マシシを襲った。国際連合ンゴ民主共和国ミッションのヘリが、政府軍兵士をゴマ国際空港を経由してマシシに輸送した。2008年10月27日、ローラン・クンダの率いる人民防衛国民会議の軍勢が、ゴマに迫り、 20万人の住民が避難した。2012年11月20日から同月30日にかけて、ルワンダとウガンダの支援を受けた反体制武装勢力3月23日運動が、市内を占拠、略奪が生じた。衛星画像から作成された CG。手前にゴマとギセニの市街右がニーラゴンゴさん、左奥がニアムラギラさん2002年1月。 ニーラゴン号3が幅200メートルから1キロメートル、厚さ2メートルに及ぶ溶岩流を伴って噴火した。溶岩流のうち2つが市外に達し、1つがゴマ国際空港の滑走路をかすめてキブコ藩に及んだ。研究者たちが観測していたため、ゴマの市民の大半は警報され犠牲に避難した。溶岩により市外の 40%4500 個以上が 全開した。ガスによる犠牲者もあった。溶岩は衛星画像でも容易に確認できる。ゴマより北の森や山岳はマウンテンゴリラやカバの生息地でビルンガ国立公園に指定されている。キブコはアフリカで知られている大量の溶性ガスが深層に閉じ込められている3つの湖の一つで有名な例はニオスコに見られる。 キブコではニオスコの2000倍の二酸化炭素とメタンが溶解していると見られ、2002年1月のニーラゴン号酸の噴火に伴い溶岩がゴマ市街から湖畔に及び湖水爆発によるガス災害の危険性があり、200万人に被害が及ぶ恐れがあった。欠片の気候区分ではサバナ気候に区分される赤道付近であるが、 標高約1500メートルと高地に位置する都市のため、冷涼な気候である。寒気は6月から8月の間で、若干降水量が減少する。寒気の間も特に高温にならず、年間を通して、最高気温は、摂氏25度前後である。市街地北部に、ごま国際空港があり、基部湖半には、計130メートルの4つの埠頭がある。国道2号は、 北紀部州北東部紅から、ごま、部下部を通り、無部島に至る。ありがとうございます。